どうもこんにちは。それでは今回からレッスン始めていきましょう。といっても今回は、音は出しません。ギターの持ち方を解説、したいと思います。ギターの持ち方、そして、まあ、簡単にね、右手のフォームですね、そしてネックの位置がどうだとか、まあ、そういう話を、していこうと思います。それでは始めていきましょう。ギターの持ち方ですけれども、大きく分けて2通りね、あります。で、今回のクラスはですね、僕は、今持っているこのアコースティックギター、いわゆるフォークギターを使って、模範演奏、お手本の演奏ですね、や、解説を進めてい、くんですけれども、まずね、このアコースティックギター、アコギですね、アコギを弾く場合のに最適な、持ち方、これをねちょっと解説しようかなと思います。まあ、一般的にですね、このアコーギーを、持つ場合はですね、まあ、右の太ももに、ギター乗せて、そして抱えて、持つことが、まあ、ほぼほぼそうするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その理由の一つとして、まあ、この後ねちょっと解説しますけれども、左太ももにギターを乗せて構える、まあ、いわゆるクラシックギターのスタイル、フォーム、まあこれをで持ってしまうとですね、まあ、アコースティックギターの場合はですね、この弦長がクラシックギターよりも長いので、その左太ももに乗せてしまうと、こういうね低いポジションを弾くときにですね、すごく遠くなってしまうんですね。もうこの辺にあるような、そんな感覚になってしまって、遠いとやっぱりこう肩とかね、腕をこう広げないといけなくなって、まあ弾きにくいですし、結構ね辛いんですよね、しんどくなってくる。まあそういう理由もあって、まあ、アコギを弾く場合は、だいたい右太ももに、ギター乗せて抱える。まあ、僕自身、アコギ弾く場合はだいたい右太ももに乗せて、持ってで、弾くことがほとんどです。ですので、今回ね、アコギで練習しようかなと思っている方は、まあ、とりあえずね、右に乗せてもらう感じで、いいと思います。まあ、いずれにしてもですね、まず足台をですね、使ってちょっとね高さをつけてください。こう床にね足をつけて、ギター持つよりかは、足台など踏んで高さをつけた状態で、抱えた方がこう結構ねホールド感がね増して、こうブレにくくなるんですね。抱えやすくなると思いますので、それも使って抱えてみてください。でこう自然にねギター太ももに乗せてもらって、そしてこのギターのボディの一番膨らんでる部分ですね、この辺りに、腕を乗せる、置いてください。そして、そのまま自然に弦の上に指を手を置くような、この形が、基本となります。まあ、ここからですね、まあ、自分の、まあ、体の、ね、大きさ人それぞれ違いますので、自分の体の大きさや、まあ、出したい音ですね、結局はそこになるんですけれども、まあ、そういうものによってこう少しずつフォームとか微調整していく必要はあるんですけれども、まずはですねギター置いて、この大きいところにね膨らんでるところに腕乗せて、自然に抱えて自然に手を置く、そんなイメージで、抱えてみてください。そんな感じで、まあ、ごくごく自然な感じで、ギターを抱えてもらったらですね、右手をまあ弦の上に一回ね置いてみてください。その時にですね、手首がこういうふうに下がらないようにしてほしいんですね。こう下がってしまうと、手首が下がってしまうと、この指のね、可動域がこう結構狭まってしまったりとか、指が弦の下にこう入り込んでしまってね、こう引っかかってしまったり、そういうことになりやすいですので、手首をですね、こう少し、まあ、立てるような、こう、
低いところにやるんじゃなくて、少し立てるような感じにして、そこから指がね伸びてきて、弦の上に指が立ってるような、こういう感じで、まずこのフォームを基本とさせてください。まあ、いずれにしてもですね、こう変にどこか力が入ってたりとか、こう曲げてたりとか、そうすることがないように、自然な状態、これを意識しながら、ギターを抱えてみてください。はい、今はですね、左足側に足台を置いて、左足で、足台を踏んでですね、そしてこの左太ももを高さつけて、こっち側にギターを持って抱えている状態ですね。まあ、このフォームは、クラシックギタークラシックギタリストの方が、まあ、よく、やられているフォームで、まあ、僕自身ね、クラシックギターとかガットギター、弾く場合は、このフォームで、弾くことがほとんどなんですけれども、まあ、抱え方としてはね、まあ、さっきね説明したのと、まあ、同じです。このね、膨らんでる部分らへんに腕を乗せて、まあ、あと同じですね、自然に手を置くんですけれども、まあ、こっちのフォームの方がですね、実は、体の負担のことを考えると、まあ、負担を減らしやすい、そんなフォームとなってます。なぜかというと、こっちに置くことで、このね、左右の肩の高さを、水平にしやすい、水平に保ちやすいですし、こう背骨もね、まっすぐに保ちやすい。そしてこのね、押さえるネックのね、指板の位置も高くできますので、こう首をね、首の負担も、減らしやすい、こう覗き込むことが減りますので、そういう首の負担も減らすことができる。まあ、そういうことで、まあ、昔からね、ギターはまずはこういう風に持つっていう風に、まあ、そういう歴史があるんですけれども、まあ、やっぱりね、アコースティックギターの場合は、まあ、さっきも言いましたけれども、こっちで持ってしまうとローポジションね、すごく遠くなってしまって、まあ、結局ね、こういう感じに体がね、歪んでしまうので、まあ、やっぱりアコーディを弾く場合は、ちょっとこっちの持ち方だと厳しい部分が、あるかもしれません。まあ、このね、ギターはですね、まあ、ショートスケール、短いスケールなので、この左側に置いても、まあ別に、ローポジションは問題なく抑えれるんですけれども、まあ、いわゆる一般的なアコースティックギターは、もっと長いので、スケールがね長いので、ちょっと難しいんじゃないかなと、思いますけれども、まあちょっとね、これはもう練習しながら、やりながらでいいので、どっちのフォームがいいのかなとか、そういうのをね、いくつか試しながら、やっていただく必要があります。ですが、もしね、どっちにすればいいのかわからないということであれば、アコースティックギターで練習される場合は、右に乗せてもらう、そして、ガットギター、クラシックギターで、練習される場合は左、まあ、そんな感じでスタートしていただければと思います。最後にですね、ネックの位置、これについても軽く説明をねさせてください。まあ、さっきね説明した、自然にギターを乗せて、自然に腕を置いて、自然に構えると、まあ、おのずとネックはですね、自分の体より少し、斜め前に、来るはずなんですけれども、初心者の、ね、方で、よくあるのが、このネックの位置が自分の体と平行にある。まあ、これだとね、こっちの肩をですね、だいぶ後ろに引かないとこの姿勢保てませんので、まあ、体がね、こうねじれてるようなね、感じになって、すごく引きにくいですね。なので、これにならないようにですね、気をつけてください。自分の体に対して少し斜め前、これを基本の姿勢とさせてください。フレーズによってはですね、まあ、多少こう自分の体側にネックを引き寄せて、引いたりとか、逆に、体から遠ざけて、ね、構えて、引く場合もあるんですけれども、ね、ちょっと繰り返すようですけれども、自分の体より少し斜め前、
この位置からスタートしてみてください。そんなわけでざっくりですけれども、ギターのフォームについて、解説してみました。まあ、少しね、お話ししましたけれども、やっぱり練習しながらやりながらですね、まあ、自分に合ったフォームっていうのをこう微調整しながら、探してもらう必要はあるんですけれども、今回解説しましたフォームをまず基本として、そこから、徐々にですね、自分のフォームを探していってほしいなと思いますので、これをね参考にしていただければと思います。では、次回のレッスンはですね、いよいよね音を出して、練習していこうと思うんですけれども、次回は右手のね練習となりますので、引き続き頑張っていきましょう。お疲れ様でした。